2017年春、3ヶ月連続日本一の衝撃、相性差をものともしないラットの連達、常識を変えるのは卓越か。5月2日スーパーセルトライアスロン、ぜひ見てね。お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらメガナイトウォールブレイカーですね、久々にやっていきたいなと思います。よくね、最近メガナイトエリババの偏差すごい使ってて、ウォールブレイカーが基本的に入ってなかったんですけど、なんとねメガナイトウォールブレイカーで世界2位にいってる化け物がいます。はい、この大型環境でこのメガナイトで上がれるのはマジで本当にやばすぎますね。もう8000に行くとか、それ以上にもすごいことだと僕の中ではまあ思ってて、そう、めちゃくちゃやばくて、ずっとねこの人ヤナメザップで使ってて、エレジアイとかゴレとかラバにも勝ってて、基本的になんか3-1でねキングを落として勝ってたイメージがあったので、ちょっとね僕も積極的にキングを攻めながら頑張っていこうかなと思います。で、今季ずっとゴレクロを使ってて、ゴレクロにさっきしばかれました。はい、で、メガナイトでやるの、今日は、ね、ガチマルチ、シーズンもあと残り2日ぐらいしかないので、まあ、ガチマルチをもね、最近はというか、多分明日の動画もね、多分上がると思うんですけども、まあ、勝てねえよな、そう簡単に。で、もし、僕のトロが上がってたら、もうゴレクロだと思ってください。ゴレクロでしかマジで勝てないです、今季。悲しすぎる。本当に悲しすぎるけど、今ね、マルチの、トップ30ですね。世界30位以内にゴレクローンを使ってる人がいるんですけど、何人いると思いますか？なんとですね、世界トップ30以内にゴレクローンが4人います。しかも、みんな型が違うんですよ、多分。っていうゴレクロ環境です。マジで。だから僕も、おとなしくメガナイトプリンスとかじゃなくて、ゴレクローン使った方がトロが上がるっていう可能性も、まあ、ないことはない。てか、なんならそっちの方がトロが上がるかもしれないですね。さあ、今回相手はクエイクホグですね。さあ、最近ね、ホグのロケ砲型がね、すごい使われてます。アーチャーではなく、ロケ砲型ですね。よいしょ。まあ、ロケ砲だと大型への防衛が強いっていうね。エレジアイとかね、特に。さあ、これはしょうがなくて、まあ、デリだったもんな。まあ、デリだったもんなと思いながら、まあ、矢波打ちましょうか。できるだけ、序盤にメガナイトを使いたくないんですよ。理由としては、メガナイトね、テスラプラスのスケとか、まあ、スケプラスのなんかでキング起動されちゃうんですよね。そうそう、それがね、ちょっときついんですよね。よいしょ。わー、で、スケかな。エレスピと、うん、スケがねえのか。これ、デリが降ってくんのか。あれ？いや、いいね。いや、ウォールブレイカー追加してもよかったかもしれない。で、プリンスがタゲ取ってるので、ずっとダメージが通ってるって感じですね。で、ここはケツメガナイトするんですけど、理由としては2倍タイムに入るからですね。1倍だとメガナイトの後ろにあんまユニットつけれないんですよ。そう、つけれなくて、なんかこう、普通にね、処理されちゃう、緊急動されちゃうっていうのがあるんですけど、2倍タイム入ってしまえばみたいな。で、まあ、デリー来るぐらいのタイミングでコウモリとかも追加したいっすよね。ロケだ、今回の相手。珍しい。あ、で、デリか。え、でもこれデリーが落ちてきたら、いや、いい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 。さあ、ロケ、うわ、めっちゃいいデリー。めっちゃいいデリーだけど、矢の飴もバカ刺さるし、ロケがね、結構腐りますよね、この僕のデッキには。まあ僕がすごいメガナイトプリンスマスケとかで形を作ったならあれですけど、基本的にやっぱマスケが無双しそうですね。で、あとはもうディガーで削るだけなので、で、デリーのサイクルを考え、ちょっと早めに攻めてあげて、スケとかでね、よいしょ。うわー、マジか。ちょっと調子乗ったな、今。俺が。多分、矢の飴ザップ圏内なんですよね。さあ、これは、ナイトを行かせたら良くないですね。オッケー。ナイト行かせたら良くない。ん？一発くらいいいんじゃない？よし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 。さあ、回して、矢の飴圏内と。まあ、これはね、さすがに相性良そうでしたね。相性いい。まあ、ディガー受けがなかった。多分、スケがいなかったのかな。なんか、陸系少なかったですね。多分、スケがいなくて、そう、デリバリーロケ。なんか、すごいね。
すごい形のホグですね。大型には勝ちたいみたいな、そんな感じのね、まあ、ホグだったんですけども、まあ、マスケとか最近いないっすからね。マジで 2.6 ホグぐらいにしかマスケ使われてないですね。本当にマザネク、全部マザネク、マザネクとか、まあ、ダークネとかいろいろなので珍しいっすよね、このマスケは。ああいったね、ロケットデッキとかにはまあ刺さっていきますね。まあ、マザネクにも強そうだ。意外とマザネクのメタってまあファイボーとかですけど、このマスケっていうのがね、意外とマザネクに強いのかもしれない。さあ、ヤリゴブッド、まあ、ロイの可能性も濃かったですが、アイゴレか。アイゴレ使ったから、このプリンス受けうざそうで、まあ、エリババの迫撃の可能性もすぐありますよね。あ、めっちゃいい受け。さあ、まあ、ここは許容して、これはメガナイト出していいと思うんですよね。で、多分、このメガナイトにエリババ出てくるんだと思うんですよ、僕は。多分ね。いや、いいエリババだな、その、片割れしか行かれない。さあ、で、この人はファイボーなので、多分このコウモリが行きます。オッケーオッケー。コウモリで守って、よし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 、いい子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 、オッケー。コウモリ無双ですね。ファイブウッドの迫撃ディガーで、スケの枠がヤリゴブリになってると。なので、ヤリゴブリにはザップ使って OK ですね。でファイブあるので、まあ、マスケ出すだけ別に損なのかなっていう思いもちょっとあります。ここぐらいには出していい気がする。うん。で、ここは低めに受けられて、回収されて、カウンターでね、狙われるって感じですね。うん。まあまあまあ。ディガーの受けがちょっとめんどい。ここはまあ、やりゴムにザップしたいけど、こんぐらいでいいんじゃないですか。さあさあさあ。いや、全然あるっすよね。まあ、メガナイト。それ嫌なんですよね、僕、さっきから。この攻め迫撃が一生ちょっと苦しいっすね、さっきから。まあ、でも相手はちょっとコウモリとかきつそうだし。うん、うん、うん。意外とプリンス受けもきつそうっすね。いや、これ8枚目がしたいけど、一回我慢っすね。いや、ここはワンチャン行ってもよかったのか。まあまあまあ。さあ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 、タイミングちょっと狙いつつね。で、あれはプリンスは、お、プリンスこっちに合わせて、右側あれ踏んでいいっすね。踏んで、大カウンター。いや、これは結構美味しい。あ、でもいいアイグルフタだ。これで、まあ、多少ダメージ受けちゃうっすもんね、僕は。まあ、でも、相手はこれ、守るの結構大変っすよ。これ、マスケ飛ばしていい気がするけどな。よしよしよし。で、単体プリンスとか見きてえな。いや、ザップ。ああ、間に合う。さあさあ。いや、でも、ダメージ一気に追いつきましたね。で、まあ、これは一回止めて、メガナイトがこれどっち行くかな、後ろ行くのかな、行かない。さあさあさあ、まあまあ。これぐらいは。で、攻めて。攻めるよ。で、陸行きアイゴレ咲いたからきついはず。いや、ディーガーが意外と入ってる。やりこぶ回んないよな。これ何で受ける？あ、よしよしよし。さあ。うん。いらねえか。で、このコウモリの受けがちょっとめんどいぞ。で、ウォールブレイカー追加。熱い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 、一発。いや、守る。で、僕これ絶対左来るんで。よしよしよし。よしよし。で、もう遅れて踏めばいい。オッケーオッケー、こっち側ね。オッケー、ダメージ受けてないから、しかもこのメガネって、あ、これ決まったっすね。絶対、いや、決まってくんないと逆に困りますね、僕は。いや、このヘナチョココウモリのせいで。いや、待って、拾われる。さあ、メガナイトか？いや、ウォールブレイカーが、ナイス！いやー、久々にウォールブレイカーがね、なんかこう、とつってるのを見ますね。最近なんか、ウォールブレイカー、使われることもあんまないっすね。まあ、僕も使わないですけど、なんか環境じゃないんですよ。そう。結局、なんかウォールブレイカーで、
攻めてももう無視されて攻撃カウンター来たりとか、あの舞台になってね、マズネクで舞台にされてとか、テスラで通んないとか、結構なんかウォールブレイカーがなかなか通んない環境なんですよね。まあ、通ったとしてももうカウンターがもうえぐいみたいな、まあ、そういった環境でウォールブレイカーマジで結構高回転使いの人たちも今ロイジェイとかあのウォールブレイカーあんま使ってる印象がすごいないので、このメガナイトウォールブレイカーぐらいしか本当にいないんじゃないかっていう、まあ高回転のウォールブレイカーゼロではないんで、まあ、でもほぼいないですね。ウォールブレイカーが、ね、輝けない環境があるっていう、ちょっとこうレアな環境というかね、新しいですよね。さあこのウォットアップみたいな読み方わかんないんですけど、この人親衛隊老衣服の人だと思いますね。ああそうですそうですそうです。でまあなのでメガナイト基本的に温存なのと、まあコウモリの使い方が大事ですね。相手が LSP だったら僕のこれマジで全然輝かないですからね。ちょっとあれ早めにやっちゃおうかな。さあ親衛隊か、おおカツン、えカツンカツンで、今はこれあの LSP 使ったからこれコウモリ最強なんですよ。オッケーオッケー、いやめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、えラッキーすぎなんかラッキーパンチがすぎ入る。でこれもしロイフグとか来てもメガナイトで踏めばいいので、まあ、来てくれたかったら美味しかったですけど、まあまあまあ。で、タルババ使ってないですよね。だから、固めてもダメージ受け、簡単に抑えられるので、片方だけね。ああ、で、これ多分、ヤナアメがいいんですね。ザッピーをヤナアメザップで溶かせるから、それがね、結構このデッキのいいところなんじゃないかな。さあ、で、これはちょっとダメージ痛いですね。痛いですが、しっかり守って、カウンターにつなげます。ここですね。よし、でまあファイボだけでも止まんない。 LSP 使ったからコウモリもきついで、ウォールブレイカー追加でホバも出したから OKOK、 ウォールブレイカーも入ると。よし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 、いやこれがね いいですね。今はいい防衛した多分で、いやザップグライブ打っていい気もしないこともないけど、打たなくてもよかったかもしれないですね。よし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 。まあ、今みたいな、親衛隊端前出されると、やっぱり止まんないというか止まれないんでね。しっかりカウンターを意識して、まあ、ダメージ受けてもいいのでっていう。さあ、まあ、端前親衛隊されるだけできついですね。まあ、ここはもう守るしかないですね、僕は。プリンス、マジで、輝けないっすよね。さあ、コウモリ用にね、まあ、絶対来るので、で、ここも結局、許容ですよね。で、檻か。檻使ったから。で、もしかしたら、てか、これ多分、親衛隊負担なのかな。なので、ディガーは飛ばさずに、よしよしよし。で、僕、左側がね、多分あれ、もうファイボ圏内か。多分じゃなくて、確定ファイボ圏内なので、でも無視したら良くない。これを守った方が相手からしたら絶対うざいので。で、あれにファイブ打たないといけなくて、まあこうなったらどうだろうな。もう真ん中マスケとかさ、今の時代見なくない？あ、マジかよ。いや、マジかよ。めちゃくちゃいい防衛。で、檻があるからウォールブレイカー一回ステイ。これ、やなめさ、終わんね？あ、今日終わった。いいですね、いいですね。プリンスが、意外と刺さってましたね。親衛隊もザッピーもいて、そんな刺さんない感がすごいあったんですけど、まあ、あとは LSP を読んで LSP が来ないサイクルとか、まあ、そういった時にしっかりコウモリで LSP が来る可能性があるならば、まあ、端前で出さないだったり低め出して、まあ、LSP 出したいだろうなっていうタイミングとかで、まあ、メガナイト蓋だったり、まあ、そんなことをしてね、まあ、コウモリがすごい今回も活躍できてた印象があります。よしよし、今のに勝てるのは結構でかいですね。よろしく。さあ、まあ高回転系引けると基本的には多分勝てるデッキだと思います。これはなので、うわ、高回転引きで勝ったのにな今の流れ。さあ、あれザップ打つか。いやいい、いやでも言ってもザップあるか。これインドラにディガー来たら最悪だな。いや来ない。よし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 、もし来てもヤナアメでいいですね。
よしよし、あ、これ殴られるのちょっと良くないですね。マスケが、オッケー、やなめ OP、 やなめ OP で、今のバルーン来ても相手最初にザップ使ってるから、あ、やなめがあんのか。いや、これ無視でいいっすよね。ちょっとどうだろう、プリンスで守っても良かったのかな。ギャングってことは陸が何なんだろうな。陸が何かがちょっと分かんないですね。スケルトン部隊とかあんのかな。スケルトン部隊ちょっとありそうな顔してますよね。若干ですけど、さあ攻めたいけど守ってもいいか。いや、コウモリそこで全部やられるのはバカだな、マジで困っちまうな。ディガー来んのかな。これ斜めさえ打っちゃえば。あー、すげえのいましたね。これがちょっと厄介かな。で、ギャング出したい。プリンスが結構刺さるタイミングがむずいですね。今とかなのかな。スケ、マスケ展開してからの方がいいかな。ケツマスから、いや、一旦行っちゃう。で、積極的に攻めていきたいな。わあ、ザップってもよかった気するけど。さ、問題は1本は取れそうだけど1本折られるんですよね、やっぱりこれ。これ守れないっすもん。だって、いや、でかい、ナイス。相手地味に守っていくの嫌やな。さあ、もう芝、相手ライトニングだったんだ。マジか。ジアナムとか。オッケーオッケー。危ない危ない危ない。さあ。で、こっからっすよね、問題は。マジで。こっから勝てんのかな。スケドラ世界一やっすね。あれ。いや、マスケくそくそ、プリーズが、あー、これでもゼロでもなさそうですよね。ヤンナーメザップの使いどころがむずい、マジで。ギャング、スケルトン部隊にヤナムザップ打てれば、まあめちゃくちゃいいですけど、そしたらスケドラも無双されちゃうんですよね。でもスケドラをヤナムザップで処理もしたいみたいな。そこがちょっとね、大変でしたね。まあなんとか勝ち筋はありそうと、まあ、いうような感じで、結構まあ戦えないことはない。プリンスもいいし、程よくヤナメがね、環境に刺さってるのかなというイメージがありましたので、ぜひね、このメガナイトウォールブレイカーのプリンス型もね、皆さん使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。